っしゃいませ。あら、マネベ君。お仕事じゃないわよね。またそんなこと言って、本当は暇だったんでしょ。私なんか一日中ここで働いてるから、なかなか時間がなくって。空いてる時間といえば、店が休みの日くらいのものかしら。ゆっくりしていってね。なんなら手伝ってくれてもいいわよ。重かった。それじゃあお邪魔します。いらっしゃいませ、陽子様。うん、準備万端みたいね。さあ始めましょう。さん、それ取って。あ、はい、これですね。
でしょう。なに、ごちゃごちゃと。あ、そうだ、お醤油がないんだけど。あらら、それじゃあヒロシ、買ってきてくれない？はいはい、早く買ってきなさいよ。あ、私もご一緒します。ちょっと、ルリさんは私と一緒に料理を。すぐ戻りますから。じゃあ行ってきます。あ、もう、げ、何これ。ねえねえ、ヒロシ様、なんだか人が多いですね。何ですかそれ。私、子供なんていませんよ。何か喜んでますよ、ヒロシ様。この人混みですからね。マナー！マナー！どこ行ったの？お願いだから出てきてよ！ママだ！ママ！
もうダメじゃない。あんなにママから離れちゃダメだって言ったのに。心配したんだから。ごめんね、ママ。泣かないで。変なとこ見られちゃったわね。ええ、そうよ。私の娘のマナ。真の名前と書いてマナ。何？その顔、意外だった？何？マナ。あ、うん。この人たちはママのお友達なの。ご挨拶して。奥さとマナです。ルリと言います。よろしくね。ママのお友達はマナのお友達だよね。ところで、二人揃ってどうしたの？お買い物？今日の大安売りを逃す手はないもんね。もうすぐこの子の誕生日なのよ。で、今日はそのお買い物。あ、そうだ。今度の土曜日、この子の誕生パーティーをやるんだけど、あなたたちもどう？一緒にお祝いしてやってくれない？ってこと。いいのいいの、大勢の方が賑やかで楽しいしね。そう、じゃあ土曜日だから11日の夜、ここが私のアパート。ボロっちアパートだけど。あ、もちろんルリさんも一緒に来てね。ぜひ行かせていただきます。じゃあまだお買い物があるから今日はこれで。バイバイ。
完成よ。ルリさん、持ってきて。はい。サラダですよ。見た目は悪いけど、味は私が保証するわ。盛り付けは今度教えるから、今日は我慢して。さあさあ、召し上がってくださいまし。そんなわけないでしょ。サラダなのよ。はい、なんでしょう。どうですか？お味の方は。どこかおかしかったですか？やったじゃない、ルリさん。はい、明日の連絡はこんなところね。それともう一つ、もうみんな
いくつかの教科のテストが返ってきてると思いますが、この時期がどんなに重要かということを分かっていない生徒がこのクラスに2名もいます。本人たちは分かっていると思うので誰かは言いませんが、自覚のある生徒は放課後先生のところに来るように。自覚のある生徒か、はあ、あんたね、私がどれだけ親身になって、その態度は。またやってる。相変わらず仲いいね、お二人さん。あ、若葉。若葉も言ってやってよ、このアンポンタンに。うるさいわね。アンポンタンなんだからアンポンタンでいいじゃない。何がそんなにアンポンタンなの？さっき先生が言ってたでしょ、あれよあれ、赤点。だったら私もアンポンタンだ。え、先生が言ってた2名のうちの1人ってあたしだし。ハラショー学べ。なな、な、違う違うわ、断じて私のせいじゃない。私が勉強を教えなかったとしても二人は補習確定だったのよ。だから私のせいじゃないわ。違う。そうしよう、そうしよう。私のせいじゃないわ。二人とも分かってると思うけど、明日から補習です。つまんない。だってそれじゃあ真鍋がかわいそうじゃん。そうね。とにかく今回の補習を機に自分の将来についてしっかりと考えなさい。私の言いたいことはそれだけよ。そうしたいのは山々なんだけど、私にもいろいろと事情があってね。
余計なこと言わない。先生がそれだけって言ってるんだからそれだけにしとこうよ。構わないわよ。何でも相談しなさい。え？またそんないい加減なこと。星どころか黒ずんで見えるわよ。まあ確かに恋愛経験は豊富だけどね。もちろんよ。どうして迷う必要があるの？そんなのアタックしてみなきゃわからないでしょう。たとえそれが実らない恋だったとしてもきっと真鍋くんにとっていい経験になるはずです。そうしなさい。明日からみっちりとしごいて、その頭の中にある寄生虫をかき出してあげます。覚悟しておくように。マナベって神聖のバカだね。
ヒロシ様？今から帰ろうかと。それより何か楽しそうですね。私もご一緒していいですか？はい。シューン。ひどいです。やった。ヒロシ様、ここは何ですか？あ、はい、分かってます。ヒロシ様、これは何ですか？これ。ですからこれ。何してるのかしら、マナベ君。
私を探すのに研究室を荒らす必要があるのかしら。そうね、好奇心というのは科学をここまで発展させた要因の一つだものね。真鍋くん、一つ質問があるんだけど、あなたの立ち位置はそこなのに、どうしてこっちのパネルがショートしてるのかしら。好奇心、こんな小さなことにも好奇心って湧くものなのよね。そしてその好奇心こそが科学の未来を切り開く大いなる糧となる。何が映っているかしらね。はい、ここにいます。体の方は大丈夫です。ちょっとびっくりしただけですから。でもあの方と目が合っちゃったような気がするんですけど。